お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。何ですか騎士さん、急に呼び出したりして。今ちょっと目が回るくらい忙しいんですけど。大した用じゃなかったらこの後日が落ちるまで手伝ってもらいますよ。仕立て屋の仕事はいろんな素材が切れかけてるし、カルミナのライブに向けてダンスも練習しないとで、心の休まる暇もないんです。さっさと用件を言ってください。私の誕生日だから断りませんよね。